はい、お疲れ様です。今日は水曜日、今日こんな感じ。よいしょ。今日はね、ちょっとね、ハンバーグを2つに割って、中にね、卵のね、ふわふわ卵のお惣菜、そしてポテトとキャロットトメイトをあしらってみました。どうかな、ね、ハンバーグで挟む感じ新しいよ、うんね、もうこういう形変えていくしかバリエーションはないよ、うん、どうかな、ね、はい、こんな感じです。ご飯にはコウメちゃんとのりたまです。朝ごはんです。よろしくどうぞ。お疲れ様です。おはようということで、今日の朝ごはんこんな感じ、うん、どうかな。昨日の焼き鳥の残りね、うん、ちょっと残ったんでこんな感じで、そして朝のポテトと人参ね、乗せて、ね、あのソースをちょっと絡めてみました。どうでしょうね、こんな感じです。うん、はい、朝ごはんこんな感じです。そしてお弁当、わお、迫力ね、緑、黄色、赤、今日完璧じゃないこれ、うん、これは残んないね、これは残んない、うん、ね、トマトが若干残ってくるかなぐらいですけど、緑で挟んでね、こうシンメトリー的な、どうでしょう、どーんね、昨日噴火しましたけど、白根さん、まあ、大寒波が来るとね、僕はね、あの大寒波が来るとこう天変地異がちょっと起こるという説をずっと持ってましてですね、寒くなるとこう地震とか噴火が起こるという、持論を持ってますんでね、まだ今日も外大雪でございます。ほらね、この後雪かけですけどね、大雪でございますけどもね、この後東京もね、まだまだ関東今週いっぱい冷えるみたいで、地震に気をつけてくださいね。震度4以上の地震がね、起こるんじゃないかと僕は危惧しております。お気をつけ、遊ばせ。というわけでありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。またね。